君のようなつぼみさ、華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やかふし。 みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 T. V. のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私光景の後。三橋貴明です。三橋 T. V. は三橋貴明のブログ。新世紀のビッグブラさんへのエントリーを取り上げ。視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。 はい、というわけでですね、えーまあ、これの配信が9月9日ということでございましてあの8月28日から、まあ、10日今日経ったということになるんですけれどもびっくりしましまたよねはい、はい、8月28日に安倍晋三内閣総理大臣が辞、まあ、意表明をされまして最初の収録ということになるんですけれども。 こうけさんは、はい、あの安倍総理辞意表明っていうのをどういうふうに知りましたニュースでテレビですかいやネットのニュースで知りました私はねあの月刊三橋の収録をしているときに入ってきちゃったんです。はい、でそのオープニングの部分で youtube で撮るんで、はい、それを踏まえた形で撮ってそれでもうアップしたんですけど、ねうん、というわけで珍しく G 表明の翌日かな、はい、には即報性がある形で「三橋 TV」から配信がされてるんですけどもあのこの収録はもう10日ぐらい経った後に放映されるんでこのタイムラグいつも文句言われるんだけどでもしょうがないでしょって <laughs> <laughs> 編集作業があるからパパパって出せないんですよだからそれはそれとして別にねあの早めのね動画とか上げるような努力をしておりますのでその辺はご容赦頂きたいんですけども安倍総理辞めるって聞いてどういう感想でした え感想ですかはいなんか気持ち的にはあなんか結構最後悲惨だなって気持ち的には、ね、思ったんですけど多分ね結果的には悲惨です、うん、だって GDP が戦後最悪の経済成長率を達成した後で、はい、ででもこのタイミングでやめないともっと悲惨なことになったと思う、うん、だって10月に多分東京五輪の中止が決定しますよはい、はい、ということでそのあとだとなかったから多分やめるタイミングは今しかなかったのかなと思うんですよね、うん、でもなんか怖いなって思ったのが、うん 言い方難しいけどアイコン変わっただけで、うん、より緊縮とかになってったら嫌だなって思った、うん、のね。総理全然カバオ全然ないんだけど、はい、一つもあれでも消費税の増税を2回止めたということはやったのね、うん、結局増税したけど、はい。ということで自民党の中の自民党ですかね自民党の権力層で,す、ねはい、で見ると確かにねその緊縮財政派 でではななない方なんですよ,、まあ、ですよ相対的な話ね、はい、それでもこれの結果だから、うん、多分ちょっと、まあ、誰が総裁になってるかもうあの決まってると思うけど多分これが放映されてる頃はまだかな、はい。まあ読むとほぼ見えてると思うけどまあ誰がなってもとりあえず緊縮は続くなっていう感じがするんだけど、うん、それはそれとして例の,あの戦後最悪の経済成長率の問題があるから、はい、これは第3次補正予算組まなくちゃいけないでしょっていうその国会での、まあ、議員たちの。 声っていうのは高まるのは確実だからということでちょっと見えないですね。うん、ということでございまして、えー、総理の辞意表明から、まあ、最初のその後のね最初の三つ橋経済塾が、えー、第9回9月19日に名古屋で開催されます。ゲスト講師は川添恵子先生です。えー、名古屋なんで一般の方も参加可能なのでこちらの URL かこちらの QR コードからお申し込みいただければと思います。一般の方参加可能ですからね。はい、というわけでですね。あのー 政治家の業績のことを英語でレガシーって言うんですよ。レガシーでレガシーってもともと遺産とかそういう意味なんですけど、うん、なんか政治家の業績のこともレガシーって言うんです。で面白いなと思ったのが安倍政権ってそもそも、まあ、厳密に第二次安倍政権ですけど何のためにできたか知ってます ?2012 年の11月の総選挙でまあ勝ったんだけど自民党が。 あの時何に期待して我々が自民党の票を入れたかですね。デフレ脱却。ああってる。てて <laughs> すごい。さすがやね。<laughs> デフレ脱却なんですよ。だから、あの安倍総理は、その例えばまあいつ辞めてもよか、辞めてもね。その自分のレガシー誇るべきことがあるとしたら、それはデフレ脱却なんですよ。ところが、あの八月28日の会見で、レガシーについては。まあすげえつまんないこと言ったのね、後で突っ込むけど。でデフレ脱却の出の字もなかった。です、ねうん ななぜならできてないから。ということで私はねなんだろうなあの安倍総理の辞意表明の後、まあみんな多分今頃落ち着いてるだろうからあえて言うけどなんだろう新安倍派で反安倍派このなんか日本人ってこの2つにマップ大臣に分かれててそれでギャーッとてるように見えたで個人的に私は安倍総理大臣個人的な知り合いだし別に好きでも嫌いでもないしただのおっちゃんだとしか思ってないからな,なんだこいつだと一個人に依存しすぎだと。うん あの今までその政権に反対する人たちは反安倍って感じだった安倍は独裁者だとかやってたわけいや、独裁者じゃないから絶対、はい、だって民主制で選ばれてるんでしょって話ね、うん、でしかもあの、まあ、いろんなこの権力の実際の権力を持ってる人たちの言うことを聞いてっていうこともやって、まあ、もちろん個人本人も権力あるけどっていう形のそういう政治力の,、ね、あのバランスの中で彼はやってたんで、はい、まもちろんその目的がせ長期政権の維持だったから明らかに、うん、<laughs> それは問題だったんだけどそんな独裁者じゃないしね。 だからといって、その親安倍派が来産するように、安倍派は日本の救世主だこれも違うよね。<laughs> うん、ということであの、安倍総理大臣が辞めた後ネットっていうのは、その安倍、辞めた、まあ見ろと、安倍総理、お疲れ様でした、あなたは日本の宝でしたみたいな、この2つの意見しかなくて、気持ち悪かったんだよね。<laughs> お前たち、ちょっと安倍総理という個人に依存しすぎだよ。はい、彼は救世主でも、独裁者でもないし、成人でもあくまでもないから。<laughs> はい なんだろうそういうふうにな誰か個人の政治家に依存するのがおかしいって思わないのがおかしいと思うんですよ。でその安倍総理大臣が辞意表明した後にあの涙の記者会見の後の支持率が倍増しましたからねいや辞める政権なんですけど終わる政権なんだけど支持率倍増したからいやー愚民国家だなーって正直思った。うん そんんななになんか安倍総理大臣というなんかあれなんか光り輝くパワーでも持ってるのかね <laughs> 個人的な知り合いだからぶっ <laughs> がただのおっさんだから俺よりちっちゃい <laughs> 普通の人通の人俺よりちっちゃいからとしか思えなかったからすごく滑稽だった、はい、で多分辞、あのー、めた当初から私はだから個人的にどうでもいいんでその数字のみで、ね、レガシー業、ね、績を評価しますってやってきたんだけど、はい、やっぱねレガシーを数字で評価するとだめなんですよ <laughs> 結果が。 というわけで「あこれダメでした」ってこと書くとものすごい反発来た。<laughs> どんな感じのお前も結局安倍が派かみたいなね。安倍が安倍が安倍がいってそんなこと言ったことねえじゃないかとしなんだけど、うん、要は反安倍派だみたいなね。反安倍派とか新安倍派どうでもよくてだって総理がこういうこと言ってんだよ。これあの彼辞意表明の記者会見に言いました。うん、政治においてはは最も重要なここととと結果を出すことだといや素晴らしいですね。その通りですね。結果が出たかどうかは別にしてこれは正しいよ。うん でレガシー業績は国民や歴史が判断していくことだとだ本人が言ってんだから安倍総理の,その言葉に沿って私は結果についてあの安倍総理のレガシーを評価したらですねボコボコに言われました。うん、新安倍派から、ねはい、で反安倍派は反安倍派でなんかそのデータとかに基づいて評価しないわけうんどっちもダメだよ俺見言わせってことでここはもうちょっと客観的に、はい、ただ数字データを使って 安倍総理大臣のレガシーを評価ししたたいいいいととと思思まますす判断だって国民が判断することだって本人が言ってるんだから、はい、で私ねやっぱりね政治家のレガシーを評価する際に頭にパッて浮かぶのはこれなんですよルソー、はいえー、18世紀のフランスで主に活躍したジャン・ジャック・ルソーの言葉ね人民が減り推理していく政府が最悪の政府であるとこれに逆らえる人はあんまりいないと思うんだけどどう思います、はい いいない気がしますじゃあ人民が減っていいのかとかみんなが貧乏になっていいのかって話になっちゃうから。ということで、えー、とりあえずこれこれ一番問題だなと思うからこれ日本の出生数ですね。えー、赤ちゃん何人生まれまれしたか年間にでこれの、えー、人数と対前年比なんですけど、まあ、もちろんその安倍政権の前から赤ちゃん減ってったんです。 もともと2000年は120万ぐらいだったのがバーって減ってきましたんだけどこの安倍政権の14年以降の減り方はひどいでしょうとう <laughs>、はい、特にひどいのが2019年で対前年比で6%近く赤ちゃん減っちゃったからこれ多分ね史上最悪だと思う日本の歴史上最悪だと思うまあ逆に言 UC 以来だね UC 以来でも2020年もっとひどいような気がするんだけど、はい、どうでしょう 私、あの分かりませんけどコロナ危機で子供産もうって気になるのかなか、ねはい。どうなんですかね、はい、で,も2000でも考えてみたら赤ちゃん生まれるのって赤ちゃんできてから10か月後だから、はい、2001年の21年のほうがひどいかもしれないですよね。まあ、よくわかりませんけどとにかくとりあえずデータが出てる時点では19年が史上最悪でした。で、えー、安倍政権発足つまり13年以降日本の人口は142.6万人減少。これはまあ 安倍総理の全責任があるという勇気はないんだけど、こっちは責任あるよ。17%減少しました。一年間に生まれてくる赤ちゃんの数が、はい、壮絶ですね。壮絶な少子化が安倍政権で進んだの。この時点で評価できないんだけど、これなんで少子化になったかは前回やったから。はい。わかりますよね。はい、何と何ですか。え、何と何？う二、ん、つありましたっけど。二つありますよ。何？じゃあ一つでいいですよ。え、その。 なんお給料が減ってる若者ね若,者若い世代の給料減ってるあと東京一極集中ですあ,あ一極集中そうそうそうまあその2つを推進したのが安倍政権だからこれは明らかに責任ある安倍内閣総理大臣これで評価しろって言われたらいやとりあえず安倍総理大臣のレガシーは日本国民の,の日,本国、まあ、日本国民を減らしたというレガシーでは多分この上踏み丸に勝てないと思いますけどね <laughs> もっとすごい人がいるから。 いいるんで300万人殺した人がいますから、はい、あの,林先,生のそう林先生のお話に出てきた人です、はい、ただまあこんだけ減ったのは事実でですね、はい、でもこれはこの前の政策からの結果だから、まあ、安倍総理大臣の責任にするのはちょっとひどいなとは確かなもんだけど、うん、少子化はお前の責任だ安倍晋三となぜならば東京一極集中と実質賃金の下落ね、はい、あと雇用環境というか労働環境なんか、うん、これを推進したからなんですよね、はい ということで、一、えー、つ目のレガシー、日本で、えーね、生まれてくる赤ちゃんを、史上、たぶん有史以来最も減らした男です。おめでとう。でね、これもね、すげえ反発食らったの。経済成長率。はいえー、これ、実施 GDP の対前年比ですね、年度で見るんで、あの対前年比で見てますけど、ここリーマンショックですね。その後、まあ、あの民主党政権なんだけど、これ、単なる事実,、えー、事実として、事実として。 民主党政権期の平均経済成長率はでしたこれも惨めな数字だからねこんだけしか成長しなかったのところが 2>、はいえー、第2次安倍政権発足以降2013年度から19年度の平均経済成長率0.94%悪夢の民主党政権より経済成長率低いんだよーっていう結果なんです特にこれがねすごい反発が来た <laughs> はい。 なんなんてくるんですか、うん、いやだから要は民主党以下だっていうのが許せないんでしょあ<ー>、うん、三橋うそ言うな嘘言うなも何も内閣にのっとるわって話なんだけどねでこれね問題は、はい、<laughs> 20年度入れてないからね、うん、こうなるからね多分、はい、<laughs> このぐらいこの辺まできます、うん、よくてよくてでもだから私はだからまあ,あの安倍総理に対する温情で2020年度は除いてあげてるだって四六のデータ出ち,ゃ出ちゃってるじゃないですか入れようと思ったら入れられるんだよ でもあれ入れたらあ、これが多分マイナスに突っ込んでるから、かわいそうん、だから20年度は除いてあげてるわけ。それで民主党以下なんですよ。でね、ポイントは、私にこう反発する人たち多いわけね、はい。民主党以下とか許せない、お前、みちは優し言うよなとか言って、ね、嘘じゃないだろうっていうと、大体こう、リーマンショックからの回復があるからだとか、こういうヘリ口言い出すわけ。うん、違うでしょ、あの民主党政権のこの1.53%という経済成長率、超惨めだよ、先進国としては。最低2%は必要ですよ。はい それより問題なのはなんで安倍政権がこんな惨めを通り越したもうどんどん底の経済成長率の終わったかですよこれなんか気づきませんここが安倍政権ですけどはい足を引っ張ってる年度は何年度だ14年度と19年度とはい14年度と19年度に何かありませんでした消費税,税そう。増税うん消費増税のせいなんですよこれ、うん、明らかに 多分ね、あの13年度は経済あ、まあ、財政拡大してたから2.5%の経済成長率だったからもし14年度の消費増税なかったら、はい、多分このぐらいでは推移していたと思う,う民主党軽く超えていたよそしたら私は絶賛してた、はいはい、ところが14年度にけあの消費増税やってマイナスに落ち込んで19年度に消費増税やってまたこれ,これゼロですねゼロに落ち込んだと結果民主党政権期を下回るという惨めなレガシーになったんで、はい これ誰のせいなんですかね安倍政権のせいですよね。というと、いや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 、消費増税を決めたのは野田政権で安倍政権じゃねえじゃねえかとか言い出すんだけど、止めれたんだよ。だって2013年の6月に骨太の方針にプライマリーバランス黒字が目標入れなければ、消費増税する必要なかった。はい、それは総理大臣判断でできたと思うよ。まあ、法律変える必要はあったけどね。変えればいいだけなんだから。自民党圧倒的な多数だったんだから。それを自分で潰したの、安倍晋三総理大臣は。うん、これね、凄まじいんだけど、 これ日本のの民間最終消費支出の実施図なんですあちなみになんで実施土で見てるかというと消費増税とかすると物価の強制的な上乗せで面目が膨らんじゃうからそれ省きましただ、はい、これ13年度「絶好調!」「スコーン!」これが消費増税、はいはい、で頑張って回復回復って回復しきれないところでまたスコーンこれが19年度10月の消費増税です ということで、2014年4月6月期に、消費個人消費の実施値が対前期比で4.8%、19年10月12月期が対前期セ2.9%という壮絶なマイナスになったから、だから経済成長率が全体を落ちちゃったんですよ。はい、だって消費って GDP の6割を占める最もでかい需要なんですから。うん、それがこんなことになったから。ということなので、だから安倍政権のレガシーは、まず日本国民を まあ、ででで日本で生まれてくる赤ちゃんの数を多分有志以来一番減らした人そのあれはもちろんその減る時はあったんだけど、はい、その減り方がナンバーワンですね、はい、有志以来最高の赤ちゃん減らし男です <laughs> 2>, <laughs> <laughs> 2つ目が二つ目が消費増税を2回やったことによって、はい、民主党政権期を下回る経済成長率を達成したことなんですしかもコロナ除いてますからね これがレガシーです。ってことを言うと、あれこうで言うと、猛烈な反発が来るわけ。うん、でもな、なんか、あの、少子化の原因って、まさにその、実施賃金の下落と東京一極集中。はい、これ東京一極集中の理由っていうのは、選択の集中とかやってるからね。東京圏に集中してるわけ、投資を。で、実施賃金の下落の原因は、もちろん、緊縮財政です、ね。はい、で、消費、消費増税っていうのも、緊縮財政ですね。ほら。 すべての根っこというか扇の要になってるのが緊縮財政、はい、これが続く限り多分誰がやっても同じ結果になるなとは思うんだけどもだからといって安倍総理大臣をそのかばうとかそのまあ許す必要は全然ないわけ結果これですよだから総理もね多分分かってんですよあのレガシーを説明する時に、まあ、これ次回やりますけど一応なんか総雇用者数が増えました、まあ、就業者数が増えましたは言ったんだけど、はい、これもカラクリあるんだよあるんだけど それ以以外に何も言わなかっったんでですす年上やてけど、はい、例えばここで「デフレを脱却しました!」と言っただけで、まあ、多分評価されるだろうし、はい、あるいはそのまあ憲法改正まではいかなくても例えば拉致被害者の救出にねある程度の成果出しましたとか、はい、何人か取り返しましたとかあればいいんだけど考えてみたら何もないですよね。かかかあります安倍政権の成果だろう私それ先生に聞きたかったっ俺も聞きたいんですけど<れ>特によく「外交で」とか言うんだけど「はい、いや外交最悪だったよ」 日韓合意で慰安婦問題いわゆる慰安婦問題認めちゃうし実際そういう問題ないのにさらには日露交渉において、はい、北方領土がロシア領であるということをほぼ認めたようなことをやっちゃってるしと、はい、だからもうなんか日本は北方領土について北方領土で呼んじゃいけないんだそうです南クリル諸島でですすロシア予備ですねそう,なですそうなっちゃってるんですよはい。 まあ,あれだな集団的自衛権だけは個人的には評価してるんだけどもね、さ、ま、っ、あ、から反発受けにんだろうけど、まあ、あれはあれでいいんだけど、とかあんな当たり前だからある意味ね。ということで、外交だってそんなに評価できるところない上に、経済このありさまですよ。日本の人口を減らして、赤ちゃんを減らして、民主党以下の経済成長力が終わりました、と。その要全部、緊縮財政なんです。考えてみたら外交もそうです。はい、例えば、拉致被害者救出のために一体何やったんだ、さっぱり分かりません。まあ、やってたんだよ、やってたんだけど、表立て、成果出てないわけ。 なんでかというと、それは軍事力ないからですよ。はい、だから本来だったらデフレ脱却して、防衛力強化して、その防衛力というか、まあ、軍事力を背景に北朝鮮と交渉するっていう筋道しかないんだよね、本来は。はい、でもそれも緊縮財政だったらできないじゃん。ということで、緊縮財政がすべての歯止め、ストッパーと化していて、安倍政権はなんか、口とかプロパガンダとキャンペーンとか統計マジックとかうまいんですけど、結果はこうだったんですよと。 ということなんですだから別に新安倍派もあ反安倍派もどっちでもいいんだけどその私ただにデータ言ってるだけなんだからこのデータを説明してる人を批判するのは筋違いでちょっとそうじゃなくてなんでこうなったのかを考えてその大元を叩けってことなんです、うんはい、つまりは財務省であって財政破綻論者であって財務省の手下として動いてる御用学者であったりそこに載った評論家たちあるいは自分自身で真実ね。 そそういういいれがない限りですね結局、緊縮財政続くとまあ、例えば表向きプロパガンダとかキャンペーンとかマスコミ対策でいい政権に見えたとしてもレガシーとしてはこういう惨めな状況になる政権は続くということをねちょっと知っていただきたいんだけどちょっと安倍政権でね確か雇用者数増えたのね、はい、今減っちゃってるけどあのコロナで。これちょっと別の問題が見えてくるんでちょっと次回はこれについて,雇用,ついて雇用についてお話ししたいと思います。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店ででは購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね